小2、ん通り商店街小2、ん通り商店街所在父地,地図仕様に、ん通り商店街は、山梨県南駒郡美野部町にある全長600メートルの商店街。2009年3月に、山梨県内の商店街で唯一、新、頑張る、商店街77選に選ばれた。美野部町は、日蓮宗本山である、美野部山駆動寺を要する門前町であり、その玄関口である、 ミノブ駅周辺の商店街もミノブ、駅前通り商店街として、賑わいを見せていた。しかし1970年代になると、鉄道や路線バスに変わり、マイカーや観光バスで訪れる人が次第に増えて、行ったのに対し、東商店街の通りは、道幅が狭い上車道と歩道に段差があり、また電柱がひしめき合うなど自動車に対応しているとは、言い難い状態であったため利用者や売り上げが、 減少していった。さらに、東商店街を通る県道10号線が全通すると交通量は急増し、交通事故が発生する危険性も高まったことから1988年に商店街組合は道路整備に関連し商店街整備計画を発起した。事業は1990年から本格化し、1996年に大部分の整備が完了したことから、 現在の商店街名へ解消した。全体の整備が完了したのは2002年のことである。事業の具体的な内容は以下の通りである。建物についてはまず商店街の中心部にあった山梨交通見延営業所を駅南側に移転の上、見延駅前の商店から順に建物の解体、新築を行っている。ほとんどの商店が新築を行ったため多額の負担を。 強いられたが、借金返済の一時保留措置などといった優遇措置によりしぬいだ。ばらつきのあった風景が統一され、また段差解消によるバリアフリーや人力車サービスなど年配者に優しい街並みとなっている。また作り直した街並みのためシャッターを閉めている商店が少ないことも、こうそしている。身延駅前省に、うん通り商業共同組合の事務所がある。 小2、海間裏手に業務用生ゴミ処理器が設置されており、通りから出る生ゴミを肥料としてリサイクルを行い、歩道に設置されているワインソンを使ったプランターに季節に応じた花を植え、肥料として活用するとともに、近隣の住民にも無料で配布している。国道52号ミノブバイパスの開通後は、東商店街を通らずに、ミノブ山へ行くマイカー利用者が、 増加傾向にあるが、2020年度に開通予定の中部横断自動車道見延山インターチェンジから最短距離で向かう場合は東商店街を必ず通るため活性化が期待されている。また、東商店街にはイベント時に使用される商人小判という地域通貨があるが、この小判の認知と活用がこれからの商人通り商店街の課題でもある。 ゆるキャンの漫画第3巻第14話及びテレビアニメ版第8話にて登場し商店街にあるミノブまんじゅうの販売店やポケットパークなどの街並みが再現されている。ただしゆるキャン内で登場するアウトドア用品店のモデルは存在しない。ありがとうございます。